はい、どうもスカイチステッカーの怠け者てっけてっけです。そして明日はメンテビになるので、今日最終日のガチだったりイベントやり忘れがないように一緒に見ていきたいと思いますが、今回まずその前にちょっと前に昇格ですね、はい、こちら放置症状に課金するのであれば、今トップクラスに課金効率がいいアップギャラリー、まあ、常時 15% 還元でゲームの課金ができるんで、まあ、1万円課金した場合には次回使える1500円分のクーポンが手に入るという感じで、特に iPhone なんかで今課金されてる方はもう低活のまま1万円だったら1万円取られちゃうんで、まあ、本当にマジでもったいないんで、まあ、こういうお得な還元サービスをしてるところを利用して課金するのがおすすめですが、そのアップギャラリーの質問所ですねのディスコードサーバー、去年の年末にかなり大きなトラブルがあり、乗っ取りじゃないですけど操作不能となり掲示板の運営ができなくなってしまいました。もともとここの掲示板アップギャラリーの運営でもなく私でもない別の方が運営されてた掲示板で、まあ、その方がこの掲示板の運営から引退してしまったので抜けてしまって、まあ、そのせいで全くいじれなくなったと、まあ、その後アップギャラリー側とその運営者の人で話し合ったのか、ちょっと更新の情報なんかも2月とかに入ってますけどね、まあ、いじれてますよね、まあ、なんでこっちもこっちでいじれるっちゃいじれるっぽいんですが、まあ、その運用の仕方は不安定だということで、今新たにアップギャラリーの運営さん側で立ち上げたディスコードチャンネルですね、はい、が作られているので、まあ、今アップギャラリーでお得に課金されている方は必ずこの旧アップギャラリー質問所ではなく、こちらのアップギャラリーの運営さんが運営しているアップギャラリーのディスコードに入っていただけると助かります。まあ、重要なバグなんかがあった時の対応もここですし、まあ、去年なんかは結構アップギャラリーさんディスコードでのみ享受できるお得なイベントなんかも実施していたので、はい、この動画を見てるアップギャラリー利用されている方は必ずこちらのアップギャラリー運営のディスコードの方、できれば今動画止めてこの動画の概要欄に招待のリンクありますので、そこから入っていただけると助かります。はい、ちょっとここのディスコードにちゃんと人が集まるかどうかによってもアップギャラリーさんの今後の気合の入り方が違ってくるので、2月どうにか集めてほしいと言われてますので、まあ、すでにここに入られている方も呼びかけていただいたりして助けていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。どうせ一回動画止めて下の概要欄から一度アップギャラリーのディスコードチャンネル今入っていただくようお願いします。はい、とって話がそれましたが、今日最終日のガチャだったりイベントを見ていきますか。はい、まずはつくよみちゃんガチャですね。本日最終日となりますが、はい、つくよみちゃんに関しては、まあ、なんといっても毎ターン自身と味方の防止3名に HP10% 回復をしながら一旦の生後集中をつけて、砲術会心ダメージ 100% アップの火力アップ機能を毎ターン防止限定でつけることができる、防止特化のシナジーキャラクターですね。まあ、今防止のアタックがそこまで多くないですが、例えばマーリンだとか、まあ、帰国士なんかも登用してる人多いですかね、といった副将ちゃんの砲術会心ダメージの威力を上げることができるんで、まあ、防止デッキ作ってる人からしたら結構ありがたいセコバフになり、まあ、あとハクタクとかキューちゃんなんかもなんだかんだスキルに結構強かったりするんで、まあ、そこに集中乗るだけでも結構ただのバッファーではなく、まあ、攻撃面にも参加しやすくなるということで、まあ、だいぶ注目されてる生後集中ですが、この生後集中使ってみて地味に面白いなと思ったのが、まあ、アポロちゃんだとかあとクレオパトラなんかに奪われる機会結構あったんですが、別にこれ奪われてもいいんですよね。砲術会心ダメージが上がるだけなんで、武将や弓将に奪われても全然痛くないということで、まあ、防止ならではの他の職業に対する対策がされてるなというところも面白いなと思いました。まあ、ちょっとこのキャラ自体はアポロにボコボコにやられますが、まあ、今後この生後集中を利用してアポロを攻略するような防止が出てくるかもしれませんね。まあ、ただこのキャラクター自体は耐久が生後影光と神技の2つだけで、で影光が剥がれてしまうタイプなんで、まあ、マーリンと一緒に組ませたり鏡ちゃんの仲間連携スキルをつけたりして剥がれない影光にしてあげないとだいぶ柔らかいと、まあ、特に剥がし連撃今めちゃくちゃ多いんで、もう本当に簡単に落ちちゃいますね。まあ、耐久面がやっぱり、まあ、特に無比課金帯だとか強い副将ちゃんがいっぱいデッキにいない若めのサーバーなんかでは敵の連撃にもろにさらされることになるんで、まあ、めちゃくちゃ厳しかったなと、まあ、そういう意味でもやっぱりこのキャラクターの場合スキル1がもう肝ですね。完全にスキル1が敵4名に対して範囲攻撃をした後、知力値が低い敵に7回連撃をしていくと。で、その際に知力値で敵に勝っている場合 100% の確率で敵の生後バフを1つずつ奪うことができるんで、まあ、範囲に対して4名生後バフ奪った後7回連撃でさらに生後バフを奪うっていう最大11枚生後バフを奪うことができる機能がついており、まあ、この奪う生後バフによってはガチガチに硬くなることもできるし、火力の方も七星だとか暴走だとかをコピーできればものすごい高くなると。奪うバフによって硬さもトップクラス 90% 超えの硬さのキャラクターになり、火力においても全副将の中でナンバーワンになるポテンシャルがあるキャラクターですね。でそれを利用してスキル2の方では自力でまず蓄力になれるんで、まあ、神技と蓄力で攻撃力アップがされた状態で攻撃力ベース防御無視攻撃を打ち込んでいけると、はい、9連撃と攻撃回数も多く、でしかも、まあ、面白いのが攻撃前 100% の確率で自分のデバフを1つ解除して敵に付与することができるっていう動きですね。代表的なところで言うとハクタクなんかの剥がれない箱なんかを利用して
このキャラクターに箱がくっついてた場合、敵に箱をつけて殴ることができるんですが、まあ普通敵に箱をつけるタイミングでこっちの箱を剥がれちゃうんで、そこで終わっちゃうんですが、ハクタクの箱は剥がれないんで、自分にずっと箱が残った状態で敵を殴れるんで、この9回攻撃すべてが箱付与の連撃になるんですね。なんで敵を倒した後、別の敵を殴りに行く際、まだ箱が残ってるんで、また箱連撃を継続してできるという感じで、敵に付与された特に剥がれない罪悪状態ですね。竹三日月ちゃんの意向だとか、あと李氏の燃焼だとか、まあそういったものを利用して、いろんな表情になる連撃キャラクターですね。まあ、燃焼とかめちゃくちゃ熱いですよね。今反射が流行ってるんで、はい、それをスキル1でコピーした攻撃力アップ系のバフなんかと合わせて殴っていけば、まあ、スキル2の方も当然ですが、全副将ナンバーワンの火力もコンボ的には出していくことができるということで、まあ、攻守ともにスキル1の聖護バフ奪い次第と、でスキル2の方ではそれプラス敵からもらってるデバフ次第というところはありますが、まあ、そういった不安定な火力の上下、耐久の上下っていうのを楽しめる方にはおすすめできるキャラクターですね。で、一番ネックなのはやっぱり復活キャラクターだったってとこですね。はい、これ復活キャラクターなんで、復活するタイミングで抱えてた聖護バフだとかデバフ全部剥がれちゃうんで、せっかく奪った聖護バフがスキル2まで持ち越せない可能性あるんですね。そうすると一気に火力としては下がってしまうし、やっぱり復活後コピーした例えば聖護氷害だとか、せっかく硬くなったのに一回復活挟むことで全部リセットされて柔らかくなっちゃうんで、まあ、集中攻撃キャラクターなんかに思いっきり狙われた場合、復活後そのまま柔らかいこのつくよみちゃんを殴られ続け、まっすぐ退場してしまうというようなこともあるんで、はい、まあ、特にこのつくよみちゃん主力としてゴリゴリに育てている時はまだいいかもしれませんが、まあ、今後インフレが進んで準主力、準主力なんかに落ちていった時に耐久面が弱くなっていってしまうと、いくらバフをコピーしたからといって1回でも落ちたら全部剥がれちゃうんで、主力として使ってるうちはまだ少しマシかもしれませんが、準主力、準主力と落ちていった時にこのキャラクターの個性を一気に活かしづらくなってしまう可能性があるかなという懸念点が将来的にはありますね。まあ、なんでできれば竹三日月ちゃんの横に置いてあげて、ミカちゃんから致命ダメージ無視の能力と夢中に隠してもらってっていうのをやってもらいたいですよね。はい、そこまでやれれば、まあ、敵の背後バフ次第ですがかなり強くなるかなと思います。で、あと最初の主力として登用するかどうかの判断に関しても、まあ、戦役ボスかなり強いんで、まあ、戦役ボスメインで考えている方には全然おすすめ度高い副将ちゃんですが、序盤の対人戦だとやっぱり敵に聖護バフそんなにないんで、奪う聖護バフが全然なく、このキャラクターの持ち味全然活かせないのと、あと一緒に今ガチャに並んでるミカちゃんの方が、まあ、戦役ボスですね。ミカちゃん両隣の味方を致命ダメージ無視で守った後夢中で隠せるんで、序盤例えばコキビちゃんの UR1000 みたいなのを投与して、まあ、暴走をつけてあげたいと思った時に、まあ、敵の通常攻撃で育ててないコキビちゃんが落ちちゃったり、カシウスのスキル1までに敵にカシウスが殴られて落ちちゃったり、まあ、そこら辺うまく応援出しなんかで工夫していく必要があるんですが、ミカちゃんの場合はミカちゃんの横にそういったバフ育てていないバッファーだとか撃退キャラクターのカシウスなんかを置いておけば致命ダメージ無視をした上で夢中で隠してくれるんで、まあ、戦役の火力安定させやすいんですよね、ミカちゃんの方が。そういう意味でミカちゃんの方が、まあ、1枚上手かなという気が個人的にはしてます。まあ、なんでちょっとミカちゃんと一緒に並んだのがかわいそうだったかなってところですね。まあ、命中パッシブただレベかけ400もあって、まあ、ミカちゃん命中パッシブないんで、まあ、ちょっと実際に序盤で比較今回できていないので、まあ、本当の序盤の序盤ですね。どっちが進むかって言ったら結構つくよみちゃんもいい線いくんじゃないかなって気はしますが、まあ、ミカちゃんもつくよみちゃんもどちらも決して悪いキャラクターではなく、高水準に高い戦役ボス火力あるんで、まあ、どちらも失敗ではないんですが、どちらかって言ったら私はミカちゃん推しかなというところですか。はい、ということで、つくよみちゃん、今日ガチャ最終日、まあ、ランゼロファーストシーズン、セカンドシーズンの方では、絆のちょびだめなんかもなしで、スルーしようかなと思います。はい、あと、のぶつなちゃんガチャもガチャ最終日となりますが、まあ、今、のぶつなちゃんは CMR 環境に入って、まあ、耐久面も、昔出た当初はめちゃくちゃ硬かったですが、今となってもまあ、硬いですが、まあ、特に火力面が突き放されてしまっており、まあ、花嫁かまで入れたとしても、投与はあんまりおすすめではなくなりましたね。はい、こちらも最終日ですが、ちょびだめなしで、スルーしようかなと思います。はい、そして、綺麗多彩ガチャですね。はい、今回、綺麗多彩ガチャ、MR のワゴコンセール、義経、水木、孫ピン、小食、長子と、はい、ガチャが並んでますが、今回あまり話題になってませんでしたが、実はこの長子ってキャラクターですね、結構面白いキャラクターで、はい、スキル2で6回連撃した後、敵の撃破に失敗した場合、HP パーセンテージが最も低い敵に1回追加攻撃して、それが前のすべての攻撃の総ダメージの 100% のスプラッシュ攻撃になっているということで、スプラッシュといえば馬長ちゃんですね。今、ボス突破において最強のキャラクターが、弓将の馬長の MR アバターですが、まあ、その最強と言われているゆえんが、スプラッシュ攻撃ができるってとこにあって、実はこの長子ちゃんもそういう意味だと、馬長ちゃんと同じくスキル2でスプラッシュ攻撃ができるんですね。なんで何ができるかっていうと、はい、こんな感じで200ステージボスですね。この去年、長子ちゃんが出てから、この1年の間、ハクタクっていうキャラクターが加わったことで、七星を長子ちゃんにプレゼントすることができるようになり、クリティカルめちゃくちゃ出しやすくなりました。まあ、七星と祝福でクリ率アップ二重につくようになって、まあ、長子ちゃんスキル2でクリティカル補助がなかったんで、あんまり火力が出ないスプラッシュキャラクター
ていう紹介を去年させていただいて、まあ、バチョーちゃんの方がいいですねっていうようなことを話してましたが、まあ、この1年でチョコちゃんにとっては大きなニュースであるハクタクの登場によって七星でクリ率アップでスキルにクリティカル連撃がめちゃくちゃしやすくなりました。であと、まあ、今回はこれ廃課金サーバーなんで攻撃めちゃくちゃ当たって弱い子全員落ちて、はい、ボスと1対1になればチョコちゃんですね、敵の撃破に失敗した場合スプラッシュが出せるんで、まあ、1対1だと必ずスプラッシュが出るという感じで、はい、30億ぐらいのダメージ7連撃でしていって、はい、ここでデバフとかが剥がれてこっちのバフもなくなっちゃうんですが、はい、スプラッシュ攻撃、はい、しっかり最後170億ぐらい出てますね。でボスの憤怒狂乱化復活後した後追い詰めることができると、まあ、バチョーちゃんのスプラッシュのような追い詰め方ができる副将ってことで、まあ、ハクタクの出現がめちゃくちゃでかかったですね。あ、ちなみにこれリュウブちゃんとチョコちゃん両方とも最大攻撃力400万ぐらいです。まあ、ただ廃課金サーバなんで硬さは異常に硬いです。火力は調整しましたが、なんで問題としては敵の攻撃なんかでチョコちゃんが落ちてしまう可能性があったり、はい、なんでちょっと耐久面はあんまり参考になりませんが、火力面的にはまあ大体400万ぐらいの攻撃力で、まあ、今敵のボスまで刃が届いたと。でまあ取り巻き3体をこのバッファーで落とせてるってこと自体が、まあ、廃課金の今レベル勝っちゃってるんで攻撃が当たったのが大きく、まあ、実際には取り巻き残ってしまうのでスプラッシュ出せないじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、最近の環境だとハクタクやコキビやキューちゃん、そして大使命みたいなボスと持久戦できる副将が増えてきたので、別に2ターンキルする必要がなく、とりあえず最初の2ターンは取り巻きを落とすことに集中してもらって、次の6ターン目ですね、ボスと1対1になったところで今の映像で見たような敵の撃破に失敗することによるスプラッシュ攻撃でボスを攻めていくっていうことができるようになったので、はい、持久戦が可能になったってところ、そしてハクタクのおかげでクリティカルが出しやすくなったってところ、その2つがチョコちゃんをものすごく強く後押しして、まあ、今ボス2ターンキルの候補キャラクターのうちの1人として、まあ、かなり強化されたかなという印象が個人的にはあります。ただこの後ですね、問題としては200まではまあいいとして205ステージですね、その先敵にバリアがつく場所において、まあ、やっぱりバリアがめちゃくちゃ強力なんで、まあ、さっきと同じようにバフ積んでいきますが、はい、2巡目ですね、まあ、ハクタクとかで撃砕箱なんかをつけていって、はい、スキル2、まあ、まず敵弱い子が残って倒しちゃって、これスプラッシュが出せない状況ですね。はい、てか見てください、ボスに対する攻撃バリアで全部防がれちゃってるんですね。400万ぐらいの攻撃力なんでっていうのもありますが、これバチョーちゃんだったら弱い子を利用してでかいダメージを作っておいて、途中からスプラッシュ連撃に切り替わるんでバリアも壊しやすいんですよね。弱い子で出した大ダメージを利用してボスのバリア壊しに行けるんで、チョコはそれができず最後の一撃ドカンのスプラッシュは強いんですが、それまでがスプラッシュ攻撃が全くないので、はい、2巡目1対1になったところでバリア壊せないんですね。ちゃんと火力作らないと。なんでボスの復活からのスプラッシュっていうようなコンボがこの201ステージ以降の強烈なバリアを作られちゃうとちょっと厳しいんですよね。もしチョコちゃんが帽子だったら、こうやってハクタクとかコキビとかキューちゃんがバリアの砲術の方ですね、壊してくれてるんでそのままダメージぶつけられるんですが、物理攻撃なんで別途バリア壊さなきゃいけないってところも惜しかったですね。なんで201ステージ以降はバチョーちゃんみたいな弱い子を利用して高火力化した上でボスにスプラッシュ攻撃をぶつけていくって動きの方が有効なのかなってとこで、まあ、やっぱりバチョーちゃんの位置は揺るがないかなという検証結果となりました。まあそういう意味では今後帽子のスプラッシュキャラクターなんかが出てきたら面白くなりそうだなという気はしますね。まあチョコメちゃんいますがすでに、どうして今の映像を見た上で、まあ、チョコちゃんちょっと欲しいかなと思った人は検討してみてください。まあ、私的にはバチョーちゃんの方が断然おすすめですね。はい、まあ、その他特にこれといって急いで投与すべき副将ちゃんもいないかなというのが今回の MR ワゴンセールになります。はい、でちょっと時間食っちゃったんで足早に行きたいと思いますが、美少女楽園や仮想の集い、そしてラッキースターの10人ガチャですね、本日最終日となりますが、まず美少女楽園ガチャの方、まあ、今回の10名は新王関心、清姫水郷、理科、霧隠れ斎蔵、ご婦人、八木宗則、小早川秀明の源の義経ちゃんとなっており、まあ、10人ガチャっていうのはこんな感じで10名1組のラインナップを毎週切り替えていくようなガチャになっており、まあ、大体美少女楽園でいうと2ヶ月に1回ぐらいのペースで全く同じラインナップが並ぶと、はい、これを利用して UR1000 のキャラクターも今安く絆をちょっとずつ貯めていって投与することができるようになりましたが、この表の見方としては名前が赤字太字のキャラクターはスキル的に優秀なキャラクターですね。まあ、ただ義経ちゃんや新王に関しては今あんまりスキル的にもおすすめできなくなってきたので、はい、そろそろちょっと候補から外そうかなと思ってます。であと名前の後ろに色がついてるキャラクター、ビカキン目線で黄色が奥義的に超優秀で、その次がピンク、その次が水色で、色なしは見送り対象ですねになりますが、今回水鏡先生がピンク枠としているということで、はい、水鏡を投与してしまえば残り UR だけで解放できる奥義が複数あったり、はい、その他にも二次キャラクター複数になっちゃいますが MP や知力が上がる奥義なんかに絡んでいたりして、はい、二次キャラクターの中ではおすすめ度、美課金でも狙える奥義があるというところで高いですね。はい、今回は水鏡先生一択でいいかなと思います。あとは清姫ご婦人なんかに余裕があれば流れていくというような感じでしょうか。で仮想の集いに関しては今回、はい、こちらの一番下の12枠目ですね、はい、宝刀、万力、宝生、純育、武将の馬長ちゃん、
利点、カンペ、芝居、馬料、弁士となってますが、このガチャに関しては SSR から UR アバター戦までガチャとしては回せますが、まあ、今回 SSR のこれらのキャラクターに関しては百科美人なんかで無料で投与してもらうものとして原本を使って投与するのはもったいないんで、まあ、原本を使うとしたら UR 以上のこれらの副将ちゃんに優秀な奥義だったりスキルがあるかどうかっていうところが重要になってくるので、あ、 UR 以上の評価ですね。で、見た場合今回特に奥義的にもスキル的にもおすすめの副将ちゃんはいませんでした。まあ、なんでスルー回で OK ですね今回は。はい、で最後ラッキースターガチャですが、今回のメンツとしては猛角長宝北条氏康松永久秀孔明東卓副皇后龍禅加藤義明千の利休となってますが、まあ、今回なんといっても猛角ですね。はい、このキャラクターまずスキル的な意味合いでも最近 MR 暴かして超絶タンクキャラクターとして今の正 MR 環境でも十分やっていけるぐらい超強いキャラクターとなりました。はい、その上で猛角に関しては SSR2 人と組んで HP9% 上がる奥義や、UR でも必須級の上杉謙信と組んで防御力や反射が上がる奥義、はい、その他にも物理防御関数が260も上がる奥義なんかにも絡んでいたりと、まあ、奥義も超絶優秀ということで、まあ、取得優先順位ナンバーワンは完全に猛角ですね今回。で、あとスキル的に優秀な長宝ちゃん、味方全体に残影をつけることができ、回避率をアップすることができる副将ちゃんですね。はい、奥義は水色であんまり優秀ではありませんが、スキル的に今後特に MR 暴かしたら面白い化け方しそうだなってことで、その前段の UR の長宝ちゃんを取っておくっていうのは面白いかもしれませんね。まあ、ただ奥義的には猛角の後ろですね、北条氏康や孔明東卓や副皇后龍禅あたりを狙っていくのがおすすめですので、猛角取った後スキルを優先して長宝に行くか、奥義を優先してその他のキャラクターに行くかはここの判断にお任せします。はい、ちょっと時間がないので奥義一個一個見ていくのは申し訳ありませんが割愛させていただきます。はい、あと鍛造工房終わりが近づいてますが、今回4回分無料枠分も合わせてると思うので段階報酬の鍛造石2個完全に無料でゲットできるので、これ必ずゲットしておきましょう。はい、同様に神髄工房の方も4回分無料枠分回した後、明日0時になった瞬間もう1回無料枠分回せるんで、そこで段階報酬の鍛造石2個ゲットできるはずなんで、明日0時から朝10時までの間に必ず1回ログインしてこちらも完全に無料でゲットしておきましょう。あと財神の雑貨屋ですね、チョコメちゃんが経営する財神店、はい、こちら課金イベントですが1回は無料で引くことができるんで必ず1回無料引いておきましょう。さあ来い。え、待って、私こんな選びました？でもこんな選択肢ありましたっけ？うわ、完全にやったわ。で、しかもそれがたまたま当たるっていう二重にやらかしてますね。はい、これ見てる方はちゃんと見て選びましょうね。あと星の羅針盤も今日最終日になるんで、はい、こちらも、まあ、カプセルの中に欲しい副長ちゃんがいる人は星岩石の絆届くようにガチャ回すかどうか判断してみてください。あと今回絶対忘れないでほしいのがこちら椿翡翠ですね。紅翡翠30個使って3個ゲットできますんで、これ今日までになりますんで、これ必ず忘れずに取っておきましょう。あとステーカーがだったでしょうか。ちょっと盛りだくさんの内容だったんで最後足早になっちゃいましたが、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。するおす、おす、おす。